岩井町とは、かつて、千葉県安房郡に存在していた町。旧町域は、現在の南房総市の北西部にあたる。1889年の町村政施行に伴い、岩井村として、発足、1928年に調整を施行した。昭和の大合併により富山町の一部となり、廃止された。1926年時点の岩井村は、北に、 勝山村、佐久間村、東に、へぐり村、南は、富浦村、八束村に接していた。当時、村は久枝、支部、竹内、高崎、甲羅、宮谷、豪湖、二部、毛際の九区に分けられた。 安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西三崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平良郡21、奈義原村、後名古町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、の父倉町。 44、ケンタ村45、千トセ村46、トヨダ村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐郡、61、ふとみ村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村。 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市代々、巨南町1897年以前は、平良に属していた地域である。古くは、祝い合と呼ばれていた。 1878年、千葉県に軍区町村編成法が施行されると、渋村、久枝村の連合、高崎村と甲羅村の連合、二部村と県議、八原村の連合、豪都村、宮谷村、竹内村の連合が成立した。1884年に、古町役場の管轄変更が行われた際に、高崎村、 甲羅村連合以外の七カ村が一つの連合にまとまった。1889年、町村制の施行に伴い、支部、久江、県議、矢原、二部、豪子、宮谷、竹内、高崎、甲羅の九カ村が合併し、岩井村が発足。新村名は、これらの村々がかつて、岩井郷と呼ばれていたことに由来する。1918年8月10日、 木更津線安房勝山駅名古船形駅間が延伸した際、支部に岩井駅が開業した。1928年、調整を施行し岩井町が発足。1955年、岩井町、ヘグリ村が合併して、富山町が発足した。富山町は2006年に南房総市の一部となった。 1888年に記された文豪取調べ文書によれば、住民はおおむね農業で生計を立てていたとある。1926年の安報軍史によれば、村は海に面しているが漁業は振るわないとある。主要産業は農業であり、素材や果樹の栽培が盛んである。副業としては、養産、畜産が挙げられている。岩駅、南方向から。 中心となる、現在の内房線岩井駅は、現在では、特急サザナミの定期列車が、全列車停車する主要駅である。ありがとうございます。